そうだ、先輩、プール入りましょう。ダメだ、プールはこの間爆破されたろ。プール、お盆過ぎてるからクラゲ浮いてるよね、きっと。時間です。ゆうたくん、怖いよ。今日はダメだ、ダメだ、プールはこの間爆破されたろ。プール、プール、お盆過ぎてるからクラゲ浮いてるよね、きっと。お盆過ぎてるからクラゲ浮いてるよね、きっと。どうしたの？予知夢？で、どうなったの？先輩は夢がないな。夢がないのはダメなんですよ。死んじゃうんですから。
5日で学校なんだもん。ずっと休みでいたいよ。お風呂が沸きました。はい、お風呂だお風呂だ、温泉だい。じゃあ行ってくるね。お留守番よろしく。覗くなよ。バック。触らなかったろうな。タオル。
片付けたよ。私の見た。そう。レポート書いちゃった？読んでない。見せてもらっていい？うん、ゆいと何でもできるからいいな。嘘、昼間のバスケだってそうだし、頭だっていいじゃん。できないことってないじゃん。私、二人の方がいい。ゆいと、明日はいっぱい絵を描こうね。
木炭列車を乗る。いや、なりたいか。え、ミキ先輩がモデルしてくれるんですか。ひょっとして私、ドキドキ。